モーラ・ビュルステッド・マロリーは、ノルウェー・オスロ出身の女子テニス選手。1910年代から1920年代にかけて活躍し、全米選手権の女子シングルス、大会最多優勝記録、発祥を受立した選手である。右利きのベースラインプレイヤーで、攻撃的なフォアハンドストロークとライジングショットを駆使し、ボールのコースを散らせて、対戦相手を疲れさせる。 スタイルのテニスを得意とした。本名はアンナ・マルグレーテ・ブッチャーステッドと言い,い、モーラは彼女の愛称である。選手時代の1920年にフランクリン・マロリーと結婚した。モーラ・ビュルステッドは1912年のストックホルム五輪でノルウェー代表選手として女子テニスの銅メダルを獲得している。それから3年後、第一次世界大戦中の1915年に、 彼女はマッサージ師の仕事に就くためアメリカ・ニューヨークへ渡った。渡米後、彼女は全米室内テニス選手権の決勝でマリー・ワーグナーを破り、アメリカで初めて名声を獲得する。それから、モーラ・ビュルステッドはフィラデルフィアクリケットクラブで開かれた全米女子シングルス選手権に初出場で初優勝を飾り、以後1918年まで女子シングルス4連覇を達成した。 当時の全米選手権は5つの部門がそれぞれ個別の名称を持ち大会会場も別々のテニスクラブで開かれていたこの期間中に男女シングルスの会場はニューヨーククイーンズ地区のホレストヒルズにあるウエストサイドテニスクラブへ移転するやがてホレストヒルズは全米選手権を指す代名詞のような言葉になった1920年モーラビュルステッドは フランクリン・マロリーと結婚して、モーラ・ビュルステッドマロリーと名乗るようになった。結婚した年から1922年まで、マロリーは再び全米選手権に3連覇を達成する。1922年から1924年まで、マロリーは3年連続で、ヘレン・ウィルスと決勝対決をした。1922年の決勝ではマロリーが6から3。 6から1と干渉して3年連続7度目の優勝を決めたが、1923年と1924年の決勝ではウイルスに連敗した。1921年の全米選手権女子シングルス2回戦は、モーラ・マロリーの名声を確立する記念碑的な試合となった。この試合で、マロリーは当時の世界女王として君臨し始めたフランスのスザンヌ・ランランに、 第一次世界大戦後の試合で唯一の黒星をつけたのである。全米選手権初出場のランランは、この大会では、ノーシード選手だった。マロリーは、第一セットを6から2で選手し、相手をコート中に走らせる、得意の戦術で波に乗った。息切れして疲れ果てた、ランランは、第二セットの途中で咳き込み、泣き出してしまう。そして審判に、試合続行不可能と告げた。 この屈辱を味わった、ランランはもう二度と全米選手権に出場することはなかった。翌1922年のウィンブルドン選手権決勝でランランはマロリーに6から2、6から0で雪辱を果たしている。1926年の全米選手権で42歳のモーラ・マロリーはエリザベス・ライアンと決勝を戦い、ダブルスの名手であるライアンに4から6、6から4、 9から7の逆転勝ちを収めた。これでマロリーは大会最多優勝記録となる8勝に到達すると同時に4大大会の女子シングルス最年長優勝記録も樹立した。マロリーは45歳を迎える1929年まで15年連続で全米選手権に出場を続けたが最後の年も準決勝まで勝ち残った。15年間で 最悪の成績は、1927年のベスト8、止まりであった。1955年に、国際テニス伝道が設立され、マロリーは1958年に、殿堂入りを果たす。1959年11月22日、モーラ・ビュルステッド・マロリーは、スウェーデンの首都ストックホルムで75年の生涯を、閉じた。ありがとうございます。